何これオープニング、ドゥン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 って面白いね。そうだ、オープニング投げんだ。マジでストーリー解説も入るから。じゃあなんか喋ってていい？いいと思う。ああ、わかりました。はい、じゃあどうもこんにちは、はい、ママです。アラスカベーリング会、何これ、海、あ、海か。とカーテン閉めようか。そうだ、電気も消しちゃうか。あ、オッケー。これ何、口だかな、潜水艦か。アラスカフォークス諸島沖のこと、シャードモセス島にある核兵器廃棄場。あ、読んでくれるんだ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通知してきている。怖いな。ソリッドスネーク。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として囚われたダーパ局長ドナルド・アンダーソン、アンステック社社長ケネス・ベーカーの両名を救出すること。そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止するのだ。え、一人でやれってするのこれ。そうです。はぁ、潜水艦で廃棄所の近くまで接近。頭おかしい。バレちゃいけない。なるほど。大人数で行っちゃうと、あー、バレる。そう、そうすると核を撃たれると。そういうことです。あとは泳ぎ。泳ぎ、おぉすごい、なんか入れてるけど。ハイテク特殊部隊フォックスハウンド、かつて君が所属し私が指揮を取ったこともある特殊部隊だ、うん、まだ存在していたとかだ。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画した。あ、もともと入ってたんだね、スネークたちは。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ。ここら辺名前覚えた方がいいね。いや、後の指揮出てくる。ああ、バルカンレイ、うわぁ、戦えそうだな、この人たちと。拳銃の名手だけでなく、拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバー・オセロット。そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダー、リキッド・スネークだ。リキッド・スネーク、君と同じ暗号名を。え、島全体が核廃棄施設になっている。上陸後は無線機で指示を出す。俺の他にいつものように単独でのスニーキング。ああ、いつもって初めてだけど。装備の武器も現地調達。非公式の極秘に。嘘やん。ひどい。公式な支援は当てにせんでほしい。頼りにされてるから。なるほど。でも俺本当に初めましてなんだけど、スネークもその、はい、今話してた大佐も。ええー。まあそんなわけで。ああ。はい。始まっちゃいました、メタルギアソリッド。こんにちは。こんにちは。なんかテンション高いね。うん、いつも上に騙されてやってる時より、そうそう、すごい満面の笑顔で。楽しい楽しくなってきました。もう早速始めちゃいましょうよ。じゃあこのゲームは、うん、まあミーティングの方でも言ったんですけど、はい、ジョージが持ってて、まあ、僕が初見なんで、うん、僕がプレイ していく形です。はい、98年のゲームなんだ。そうだ。説明書持ってくれよかったね。じゃあ持ってないの、うん、操作方法わかんないぞ。いやいや、まあ、だいたい覚えてきたら。ニューゲーム、 VR トレーニング、ニューゲーム、ニューゲームいきます。オプション見てみます。いや多分大丈夫だ。大丈夫、特に変更するところもないしな。はあ、じゃあ大丈夫か。うん、よし、じゃあニューゲーム。はい。うわー、怖いな。よいしょ。え、どういうゲームなのこれ。ホラーゲーム、ホラーじゃなくアクション、見つかるなっていう。あ、かくれんぼ。なるほど、面白そう。多数の敵に見つかったら、うん、もう大変なことになっちゃうよっていう。へえ。今懐かしいな、なんかもう曲が。うわ、音程真っ暗にしてるね。うん、お、なんかスターウォーズに似たよね、こういうの。いた。いました。
を抜くな。俺は今からうるさい対応を起こした。でも結構簡単に中には入れたね。うん、頑丈な警備とかないんですか。まあ海の中にどうやって警備するんだっていう。まあそっか、銀河万丈。え、無線です。無線か。こちらスネーク。おお、はい、さん聞こえるか。良好だスネーク、状況はどうだ。やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか、さっき登ってったやつ、ね、予定通り。あ、はい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 、使って地上へ出るしかないか。じゃあそこ行けばいいのね。くれぐれも見つからんようにな。わかりました。くれぐれも無線連絡を。くれぐれも140.85 だ。無線機を使いたい時はセレクトボタンを押す。なんか見たいね。こちらから連絡がある場合は、うん、結構こういう発見入るからコール音が鳴ったらセレクトボタンを押して自分からも自傷骨を直接振動させる。困ったら無線を送るという。わかりました。作戦に入る。実はいろいろ教えてくれるわけね、はい、貯金をヒントとかね。はい、お、はい、始まりました。右上がレーダーになってて、はい、あ、なんか光ってんね右上で、はい、で、ね、白い点かな、はい、白い点が敵。白い点が敵で、青いその円錐かな、はい、円錐青いこれ今チカチカしてたやつが敵の視界であそこに入ったら見つかっちゃうよっていう、ね、なんか懐中電灯照らしてみたいな。そう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 。なるほど。で、おお、この中が水、あ、水の中、水の中も入れるんだ。入れる入れる。泳げる泳げる泳げる。へえ、なんか武器とか欲しいな。まずは武器はね、ちょっとりあえず、そうだった。ええー、なになになに。とその左下か、今はくるくる回ってんのあるでしょ、はい、クルクマ、どれが左下に。左下、あ、はい、この段ボールみたいなやつ、はいはい、それアイテムなんで。ああ、わかりました。取っておいてもいいんじゃないでしょうか。お、取れた。レ、レ、ラーション、レーション、レーション。ああ、やった、嬉しい。じゃあ段ボールを見つけたらすぐに取れと。すぐでもないか。そうそうそう、取れと必ず。取った方がいいかなって感じ。なるほどね。これ何も段ボールがないところに隠しアイテムとかある。いや、そういうのはない。ない、じゃあしゃがむっていう動作が。お、無線が来たな。どうも。そうだ、スネーク、そこは匍匐で下を潜り抜けるんだ。匍匐、あ、匍匐前進。ボタンを押してしゃがんでから進みたい方向に見たいな。すごい見たい。お、誰。攻撃もできなくなるから気をつけて。綺麗なお姉さん。もう一度匍匐ボタンを押せば立ち上がることができる。四角だったかな、匍匐ボタン。わかりました。四角。ん？ちょ、あれ？あれ違う？あれ？じゃあ B か。あれ？ B じゃん。ちょっと待って。話せよ。はい。D。B。B。あ、B じゃん。B。×。お前これプレステだぞお前。×。オッケーオッケー。ああ、ほんと。さあ、こっからは本当に危ないんで。怖いな。え？お、ラッキー。グダグダしてる間に昇降機降りて。ああ、よかった。グダグダしてだって。よし。敵はいないな。あ、いる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 。あ、これダンボールじゃないか。おお、おお、ああ、ああ、ああ、ちょっと。見つかった？まだ。まだセーフ。おお。怖いな。今赤くなったけど、あれは何？赤くなったのは、何かに気づいたとき。はあ。で、気のせいかなって思って、うん、今無視してる。あ、でもいるね、まだいる、いるけど。おお、あっちかも来た。そこを切り抜けられれば。いやー、これ怖いな。あ、すごい、後ろは下がれる、うん、必ず隙があるから。あと、足音にも注意して。あ、そうなの、足音にも反応するんだ、うん、ゴー。足音、おい、来てるぞ。だ、どうしようどうしよう、うお、へい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 。お、ダンボールだ、オッケー、やった、ラッション。こんなとこにあった。あ、どうしよう、どうしよう。絶対に隙はあるからね、本当に。よしよしよし。
よし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 、立ち上がれ、怖い、うい、まあ早く行けよお前、来んなよこっち、よし行った、うわうわ、どうしよう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 これどうしようこれ、どうすんの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 これ、どうしよう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 、敵に見つかった時レーダー使えなくなるの注意して、あ、それは嫌だ、うん、あ、今どこ、ここ、あ、スタート地点だな、ああ無駄って来ちゃった、でなんだかんだでこいつら敵見つけても見失ったら警戒解除しちゃう、うん、あ、そうなんだ、しつこくくまなく捜索するとかじゃないんだ、そう、いやいるな、怖いな、よく敵の動きを見れば案外いけるから、早く行け、これ見えない正面の位置からは、アングル変えてる、上からだけだね、上からだけ、自分の視点から、これだけどこの状態じゃ動けないから、あ、そうなん、うん、あ、なんかいる、何、ね、ネズミか、ネズミに見つかっても何も起きないから安心して、よかった、オッケーオッケー、いいよいいよいい感じ、これ何もない、へい、いい感じだよ、オッケーオッケー、昇降機の前まで来たよ、でもアイテム回収もではもうね、うん、やばい、気にしてたら本当に、うわ3人いんの、うん、うわ囲まれた、やばいやばい、もういい、突破、よし、おい、いいね、視界に入んなきゃ何でも OK だから、ちょっとこっち来たよね、うん来た、うん、やばい、来て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 、すごいな、なんかおい、一気に行くか、もうここに用はない、駆け抜きだ、あっ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 来た、よしやったぜ、やったやった、なんで昇降機上がってんのに気のせいってなって何も気づかないのかな、そういう兵士たちです、いやポンコツだね、うん、え、でも安心はまだ来ない、あ、これでやっとヘルメット取るわけ、はい、これでやっとスネークの顔が、おぉ、ハチマキしてる、バンダナ、バンダナか、うわイエーイ、もうエンディングとかないよね、まだですまだチュートリアルですね、うわぁ、やっとチュートリアルか、はい、もう10分間やってるぞ、もう回これ、うん、まあ、慣れていくしかありません、わかりました、すごい緊張感だろう、すごい、でもこういうの好きよ、俺、うん、よかった、あ、雪なんだ、うん、アラスカだから、なるほど、アラスカって、アラスカ？あ、あのアラスカとアレスカをかけて、アレスカ、アラスカってアレスカみたいな、あ、通信、こちらスネーク、地上の廃棄所前に到着した、はい、予定通りだな、ブランクがあるとは思えん、どうしようこれ、どうしよう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 、いや初めてなんだけど、ドライ効果は高いな、だが身動きが取りにくい、え、じゃあ脱ごうよ、兵隊温床を防ぐためよ、そこはアラスカなのよ、分かってる、感謝してるさ、君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった、とうとうペプチドよスネーク、今回の演習でゲノム編、怪しいな、この女の人怪しいな、何言って、安心した、え、なんか注射したんでしょ、うん、なんか陽動作戦の方変な薬入れられたとか合いそうだよさ、水曜ないな、ほんと初対面の人、今頃はテロリストのレーダーに拘束されているはずだ、
構、あ、ヘリコプターが。ヘンド D、大佐、ロシアのガンシップがなぜここにある？わからん。え、ロシアが来るのじゃない？作戦に引っかかったのは確かめるんだ。今のうちに潜入してくれ。なるほど。スネークの潜入を悟されないための、うん、このさっき言ってた戦闘機を配備した。あ、なるほどね。わざとやってくれたのね。戦力をばらけさせる。なるほど。で、その戦闘機を探しに今行ったわけね、こいつは。そう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 。カプコン製だったらあれは墜落してるだろうな。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を。え、時間制限あんのこれ。いや、それにしてもこの嵐の中でハインドを飛ばすなんてよちゃね。え、誰これ。誰だ。ああ、誰だ。まだ紹介していなかったな。ソリッドフェーダーと無線機システムの開発者メイディンだ。画像データ処理の専門家として同行してもらった。へえ。レーダーや無線機については彼女に聞いてくれ。はじめまして、スネーク。あ、若い。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。英雄なんだ。英雄です。どうしたの？向こう。画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんで。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに。スネーク、スネーク案外こういうこと言うか。スネーク、あんな怖そうな顔して妖怪的な。なるほど。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。あ、よろしくお願いします。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。はい。俺がさっきからしちゃったな。あ、さっきないね。赤い光点が敵の位置。来てるよ。赤だったか。青い円錐が敵の視界。スネーク、気をつけてね。ゲノム兵はジンセラピーを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。へえ。視界に入らないように注意して。まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。わかりました。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の光点となって表示されるはずよ。あ、なるほどね、うん、はいはいはい、わかりました。その点を頼りにその局長を探しに行くと。で、多分近くにいるから。あいつはスネーク、ソリトンレーダーは気象には影響されないけど敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまう。さっきのやつだね、それは。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけ。え、君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。あ、はいはい。何かあれば無線機を使ってくれ。わかりました。寂しくなったら連絡する。無理をしないで、スネーク。この人誰よ。ね、この人名前教えてもらってないぞ。うん、ナオミっていう人。ナオミさん、日本人なんだ。うん、日本人、日系かな。あ、セーブ用の専用回線よ。あ、セーブできるのね。うん、今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。ひどいな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。これは、これはいいね。頑張ろう。タバコだけは携帯させてもらって。どうやって。胃の中にね。え、君が胃液を抑える薬を入れてくれ。頭おかしいよな。頭おかしい。何の役にも立たないわよ。頭おかしい。元は限らんよ。勝手に動いてる。ああ、こういろいろ教えてくれるか。なるほどね。潜入するとすればまず正面の扉。ああ、そっか。敵に見つかる可能性が高そうだな。まあ正面から堂々と入るもんね。簡単に開けてくれるとは思えん。宅急便にじゃないの。保証が1名です。配達でーすって。装備は反抗くださいって。トランペットにパイナップル。パイナップル？手榴弾のことだね。ああ。業界用語的な。なるほど。正面扉の脇にあるダクトはどうだ。2階にもダクトがあるはずだ。ダクトって空気の間だっけ。そう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 、通気口みたいな。通気口か。ここからでは見えないな。相手の衣服を奪って潜入ってダメなんだ。だめ、できない。頼むぞ。うわ、マジか。潜入ルートは君次第。どっからでもいいの。うん、
何やで？サーチライトかな。え、ああよく刑務所とかにあるやつか。そう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 、上から高いところから見てる。どうしよう。でも危険は犯したくないな。犯したくないな。俺はこっちも行けんのか。うん、ああったあった、浮いてんのねこれ。あ、またまた。嘘、これ自分のパラメーターとか見える？いや見えない。回復とかしたい。なるほど。じゃあこれは売るか、うん、武器が欲しいな。武器、武器をなんか探し回ればそこにあるよ。ああはい、そのステージあれあったっけな。えっ、あったような。まあいいですよ。まあいいよ、自分で探してみせ。もう、え、こってくんの？嘘やん。やってくるよ。へへへへ。うわ！うおお！よく気づかなかったな。今危なかったな。ドキッとしたな今。今のはびっくりした。びっくりしました。足っこに止まってるとは思ってもいなかったよ。ちょ。同じ失敗を繰り返す気か。ライトについてるっていう方がいいかもね。いや、ついていこうと思ったのに。ゴー！左！オッケー！いいね。あ、なんかある。あれ？局長かな？ちょっと気になるの行ってみようか。あれ敵ではなさそうだけど。え？監視カメラ？え？どこ監視カメラ？あ、これか！うん、監視カメラの視界に入んなきゃ OK だから。なるほど。慎重にね。わかりました。おい、それまずいんだろ。え、入らないってどうやってよ。あ、トルク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 ごめんなさい。もうやるか。ね、壁にサッとやったまま移動ができる。はあ、へばりついて。そうそうそう。なるほど。そうすれば別になくて済むよ。わかりました。いや、一回区切ります。そうだね。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。